義に厚い老将、立花洞雪最後の戦い。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、立花洞雪最後の戦いについて紹介していこうと思います。69歳の立花洞雪が、老骨に鞭打って、大友家の筑後支配を回復するべく、城を出立したとき、これが最後の戦になることを覚悟していたのでしょうか。若年より優勝の誉れ高く、立花洞雪は永正10年1513年3月17日豊後の国大野郡の鎧岳城主大友一門の別紀近家の次男として生まれます。同族立花昭子との反乱を鎮めたため立花洞雪と呼ばれ、この名前が通りが良いのですが、本人は生涯別紀昭綱または別紀洞雪で通しています。これは大友家が二度も背いた立花の姓を名乗るのを嫌ったためですが、そりゃそうですね。幼名は八幡丸といい、次男でしたが兄が早死にしたため嫡男として育てられました。母を早くに失い、大永6年1526年病弱であった近家も亡くなります。14歳の時には元服前でありましたが、病床の父親に代わり老臣3人を補佐役に2000の兵を率いて大内領の豊前馬ヶ岳城を攻めます。金の敷旗を振って奮戦する八幡丸のもと、別紀の兵はよく戦い、2倍以上の兵力の大内軍を打ち破り、堂々の凱旋を果たしました。天文4年1535年8月の肥後黒人衆の反乱では、車返しの戦いで力投奮戦し乱を鎮圧。天文15年1546年の秋月文種の一度目の謀反でも、大友諸将とともに筑前古書山城へ出陣、この乱も鎮めます。この頃より大友に別紀昭綱ありと知られるようになります。大友家の家督をめぐるお家騒動の説には、嫡男義重を支持し、その家督相続に尽力しました。弘治3年1557年7月には中国地方で台頭してきた毛利元就と通じ、再度背いた秋月文種を自害に追い込みます。永禄5年1562年には尼子義久に助力を求められた大友宗麟が豊前出兵を命じますが、7人の国衆を率いる二郎の一人として出陣しています。この他にも数えきれぬほど大友家のために出陣し、誠に戦国武将らしい生涯です。一人娘銀千代に家督を譲る。天正3年1575年62歳になった洞雪に、41歳の時養子に迎え家督を譲っていた重綱の子宗常に家督を継がせるよう主君宗麟より命令が下ります。しかし洞雪はこれを拒否、ただ一人の子供である7歳の愛娘銀千代に立花城の城徳から城領、書道具に至るまでの一切を譲り渡し、大友家の許しも得て男子の相続人と同じ扱いで立花城の城徳に立てます。女性の城主は他にもいますが、主家の許しを得父親から正式に家督を譲られるのは非常に稀な例です。天正9年1581年には名優高橋常雲の長男宗茂を銀千代の婿として養子子に迎え、宗茂が家督を継ぎました。洞雪、名優常雲と共に出陣。天正12年1584年その洞雪が69歳の老いの身を厭わず軍を率いて筑前を出立します。島津、大友、龍蔵寺は九州を三分する勢力でしたが、同年3月沖田縄手の戦いで
その一角龍蔵寺高信が討ち死に、バランスが崩れ始めます。大友氏は宗麟、吉宗府氏が島津との耳川の戦いで敗れ凋落、筑前でも龍蔵寺に押され気味で諸将も離反していきました。しかし高信討たれるの知らせを聞き、反抗の時と勇み立ちます。吉宗はまず1万2000の兵で黒木家長が5000の兵で守る筑後の根高城を囲みますが、耳川の戦いで多くの優勝を失っていた大友軍は攻めあぐねます。膠着状態が続くのに苛立った吉宗は、大友家の重鎮同節と高橋常雲に出馬を要請します。同節にとって常雲は盟友でもあり、婿養子に迎えた宗虎、すなわち後の宗茂の実父であります。同節、常雲の兵5000は敵地である筑後川を横切り、箕面連山の険しい山塊を越え、南麓の黒木に到着します。基本は調略、敵を倒す基本はまず調略にあり、そう心える同節は根高城の東北に位置する高牟礼城を守る黒木一族の家老椿原式部に目をつけます。大友に味方するなら、我が軍勝利の暁には黒木氏の存続を保証し、黒木の跡目をそなたに継がせよう。黒木の娘にわしの次男の入婿を持ちかけ、婚礼の隙に我が軍を城内に入れるのじゃ。この誘いに椿原は乗りました。城主の姫君の婚礼に浮き立つ城内に、式部に内容した者の火付けを合図として大友軍はなだれ込みます。城主家長は本丸二階櫓まで逃げ延びますが、追い詰められ、13歳の末娘、すなわちその日の花嫁の解釈で自刃しました。娘は婚礼を餌にした同節の卑劣さを罵り、父親の首を泣きながら大友軍に投げつけ、9月5日根高城は落城します。同節の軍は龍蔵寺方の城や砦を攻め落としながら、矢部川沿いに西へ進み、柳川を目指します。15日、龍蔵寺家春が守る柳川城に襲いかかりました。この城は柔らかな出井戸の上に築かれた浮き城で、沖の旗川と塩塚川、それに有明海の干潟を巧みに組み合わせた堀を巡らしています。周りの村々も取り込み、飲み水も隠し水門を設けて確保しと、龍蔵寺方は万全の構えで籠城を決め込みました。家春は周辺の波状にも優勝を置き、海には数十隻の番船をつなぎ、海上からの敵襲にも備えます。同節もこのように準備を整えられては、打つ手もなく攻めあぐねていました。そこに筑後一宮の高良大社の座主が現れ、同節に陣害を進めます。同節も柳川城はしばらく棚上げにして、10月3日に高良山に陣を移します。ここには昔の山城があり、山全体が要塞となった県城です。筑後川を越えて秋月領に攻め入るなど、活発に動く同節ですが、その姿勢に不満を抱く者もいました。他ならぬ吉宗の弟、田原近家です。この男、宗麟の次男ですが、反乱を起こした田原氏の家督を継ぎ、田原姓を名乗っていました。近家によれば、自分たちがどんなに手柄を立てても、全て同節や常雲の手柄になってしまい、自分の武名が上がることはないというのです。面白くない近家は、故郷を恋しがる子卒を連れて勝手に大分に帰ってしまいました。同節も常雲も呆れ果てますが、皆これ天魔の所業なり、一族の中からこのようなものの現れるは、大友の家の末になるべき前兆なりと言って嘆き合います。鍋島直茂に挑戦状を叩きつける。軍を高良山に戻した同節たちはしばらく在陣し、高良山で年を越します。
我未だ追いずと格釈としていた同節も、前年8月からの遠征に加え山での越冬、迎えた梅雨の蒸し暑さと夏の酷暑がたたり、6月には陣中で病に倒れます。高羅大社では病平癒の祈願が行われ、常雲も懸命に看病に努めました。その甲斐あってか、翌月には病状は持ち直し、床離れした同節は山を降りて三井郡北野、今の久留米市に移ります。しかし同節は自分の命が長くないことを悟っていました。せめてその前に、同節は最後の働きとばかりに龍造寺の大黒柱鍋島直重を滅ぼしておこうと策略を巡らせます。700の精鋭をよりすぐり、瀬高口まで押し出し、柳川城に来ていた直重に使いを出します。大友、龍造寺互いに部位を競うこと年を経る、兵を損ない民百姓の迷惑いかばかり。貴殿とこの同節二人槍を合わせ、瞬時に私有を決して諸人の苦難を除くべし、こう申し送り直重に出陣を促します。一騎打ちで決着をつけようじゃないかというわけですが、これを見て勇み立つ直重はすぐにでも出陣する構えを見せます。家臣たちはあの同節のこと何を考えているかわからぬとして懸命に引き止めます。それでも流行る直重に最後の手段とばかり、わざと陣内で喧嘩騒ぎを起こし、ようやく出陣を止めました。同節の最後、同節最後の策略も実を結ばず、病勢が進んだ同節は9月11日陣中で没します。柳川城を落とせなかったのが心残りだった同節は死に際に、わしの屍に甲冑を着せ、高羅山の吉見の丘に柳川の方を向いて埋めよと言い残します。しかし養子の宗茂は、それでは遺骸を敵地に捨ておくことになり、世人のそしりを受けよう、城に返すべしと言い、棺は帰還します。同節の棺を守る隊列には敵も一筋の矢もいかけず、義に扱った老将の葬列を静かに見送りました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。